最初から声が枯れてるじゃないですか。始まりました、土屋香織の秘密じゃないけど秘密。こんにちは、イエーイ。こんにちは。1ヶ月に一度のお楽しみ、お楽しみにしてくれてるのかな。今日はですね、なんと一声かけたら速攻来てくれた合唱バトル、皆さん見ました？見ましたよね。みんなだってすごいなんか感動したっていうコメントいっぱいいただいて、その時の先生なんです。ありがとうございます。どうぞ自己紹介してください、はい、木島太郎と申します。国立音楽大学の合唱講師を務めております。太郎っていうのは、太郎ってカタカナで書いてあるじゃないですか、はい、名前自体は本当？太郎は名前本当です。カタカナではないですよね、はい、カタカナではないけど、あれが本名です、はい。なるほど、はい、なんかね、いいですね。ありがとうございます。太郎っていう名前はね、なんでつけたか聞いてます？まあ父親がもうなんか最初から男が生まれたら太郎って言ってたそうですけど、まあ父親は4歳の時に別れましたので、そうなんですね、はい、この写真はどういったスタンスとどういうスタンスか、ちょっとごめんな、本当にちょっと、はい、お笑い芸人さんみたいに見える。ああ、また失礼なこと言っちゃった。そろそろ差し替えときますね。いやいや、いいですよね。全然すごくいいんだけど。はい。ドリーマーズユニオンクワイアという、グループをやってました。はいはい、クワイアって、英語で合唱団っていう意味なんですけど、うんうんうん、略して DUC っていうグループやってまして、うん、あのグループの、僕のプロフィールページがこれになってるんですよね。そうなんですね。で、うん、他のシンガーたち若い連中なので、うん、彼らが撮るのと一緒に撮るもんですから。なるほど。いろいろ言われるんですよ。髪の毛をどっから分けろとかなんかこういうポーズで立てとか言われてでこれになった。はい、そうです。すごい。でも先生本当にいろんなことやってらっしゃって、はい、ね、その指導、私たちは指導として先生って呼んでますけど、はい、ご自分でもいろんなこともやられたりね。結局だから、もともとフリーランスのミュージシャンなので、うんうん、で本当に大学がね、僕みたいな、大学の人から見て、その学問の世界にいない人間を、その在野のって、うんうんうん、のにいるっていう意味で在野のとか言ったりするんですけど、在野の、はい、僕みたいなその在野のフリーランスのミュージシャンを国立音楽大学が講師として入れてくれたんですよね。面白いと思ってくれたんだと思うんですけど、私にとってはやっぱり先生、合唱の先生なんですけど、いやー楽しかった。よかったです。本当に楽しかったし、最初はやっぱりどうなることかと思って、先生もどうなることかと思いますよね。毎回もしやったとしても。そうですね。だから1回目パイロット版が12月に放送があって、はいはいはい、演歌チームと、それから歌うま芸人さんチームがやったんですよね、はい、でだからその話が初めて来た時には、だからテレビのその演出家さんも、こういうものをテレビにするにはどうしたらいいかっていうご相談から始まったんですよ。で、僕なりに思うところを申し上げて、でも手探りですよね、こちらも。いや今ちょっとあそこに写真も出てますけど、アイドルチーム、80年代アイドルチーム、私たち話聞きませんでしたね。一番聞かなかったチームではないですけど。え、本当？はい、でもだって本当これもすごい写真ですよね。すごい写真。だって私たち本当に先生が一生懸命話してる中で、もう自分たちが喋り出しちゃうと、もうこっち全然もう先生の話そっちのけで、喋りが止まんなくなっちゃうんだもん。先生、はい、めちゃくちゃ困ってた。ありました。ありましたね。ありましたけど、僕学生にも教えるんですけど、僕自分で持ってるクラスが、教職のクラスなんですよ、うん、はいはい、教職免許を取る学生たちのためのクラスなんです。でだから声楽科の芸術的な歌詞を作ろうっていう、クラスとちょっと違うんですけど、だから教職になっていく、みんななるわけじゃないですけど、教職に就く可能性のある学生たちに対して、やっぱりね、うるさいクラスはいいクラスだっていうふうに伝えてるんですよ。やっぱりリラックスしてるし、声も出るし、リラックスしすぎなんですね。でもやっぱりその静かに先生のことを凝視して話聞いてるっていうクラスより、やっぱり最終的に声が出てくる可能性高いですし、いやもう男の子4人、男の子っておかしいな、男性4人しかいなかったじゃないですか。はい、でもなんか面白かった、この男性チーム。チームってことはないけど、テノールにいましたけど、はい、面白かった。それでシゲがまたね、仕切るから。
はい、もう誰がリーダーなんて、浅香唯ちゃんがリーダーだったんですけど、あのもうほぼなんか仕切ってましたよね。そうですね、まあ浅香さんねお忙しいからちょっとは、あちょっと中から入られたりとか、ね、はいはい、いうこともある中で、だってだってもう完全に先輩なんですよ、あのこうちゃんとかね、まこととか、うん、一番年下の一人だと言ってましたね。そうそうそう、もう一人がどなたって言いましたっけ、西村智美さんが同じかな、あとゆいちゃんもかな、あそうですか、うん、なんかそこら辺が同じぐらいの年代だと思いますけど、一番下の方なのに俺がやんなきゃいけなくてどう言っていいか分かんないみたいなことをおっしゃってましたね。いやいや、でもね本当にね、私たちはあのやっぱりアイドル時代って、うん、あの歌番組ってそんなに長く喋る時間ってないんですよ、やっぱり楽屋に行ってたとしても、まあ、マネージャーがっちりついたりもするし、お互いに喋るし、そうなんです、そうなんです、だからもう今回もう楽しくて楽しくて、確かにあの Z 世代チームがそんな感じでした。そうでしょ、やっぱりマネージャーさんもみんなついてきてて、うんうん、部屋最初にマネージャーさんも同じぐらいの人数入るんですよ。で、うん、何を管理してるのか、そのご自身ところのタレントさんがちゃんとやってるかどうか確認してるのか、うんうんうん、全体の空気を確認してるのかちょっとあれですけど、あれだったってことですね、多分現役の時にね。そうですそうです、だから今私たちだってあの活動してる方たちすごくたくさんいるんだけど、はい、もう完全に割と一人で来るじゃないですか。そうです、ね、で、うん、あのマネージャーももうあじゃあほっとくわって言って外出ちゃうし、だから野放し状態なので、はい、本当にもう自由気ままにやってる感じで、わあ昔とはやっぱり全然違うねって言ってみんなと話してたんですけど、ちょっとどこまでお話ししていいのかあれですけど、あのとにかく僕が部屋早めに入ったら、あの国生さんが僕より誰より早く部屋入って、あの譜面持ってこう歩って練習してらして、一人で部屋歩きながら、さゆりちゃんも真面目なのよすごく。そうですね、で、あ先生こんにちはって、あの早い電車で来ちゃいましたみたいなこと言って、うん、あそうか国生さんも電車で来るんだと。あのねほぼね割とねみんなね電車で来てましたよ。まあ、そうなんですね、うん、このお顔ぶれが電車で来てるってすごいですけどね。私はちょっと足をねあの悪くしてたので、そうですね、その時にね骨折してたので、はい、あれですけど普段だったら絶対電車ですもん、うん、でもねいいんですよ。それでその後どうしてかっていうと、うん、その後飲みに行きたいから。じゃあ結構皆さん行ってたんですか、終わった後。行ってないです。願書の時はね行かなかったですけど、そうですか、はい、あの普段はいつもそうやって仕事場に行く時に、まあ、仲間がいたりすると、うん、どうするって言って、今日行くんだったらじゃあ車はやめるわって言ってマネージャーも来ないようにするわって言って。そうか、そうなんです。いやあの80年代アイドルチームは本当に初日に全員揃ったんですよね、うんうんうん、あ実はねそういうチームは80年代アイドルチームだけなんです。そうなんですね、はい、そうそう、その時だけ本当に全員揃いましたね。はい、でそれであのパート分けがまだ済んでない方がいたりとか、うん、はいはい、あのソロをどなたにするかとかっていうことのために、うん、お一人お一人全員歌っていただいたんですよね。そうそう、自分の曲とかをね、はい、歌わせて、というか昔のあれで、でも本当にワンフレーズじゃないですか、はい、あれでそのパート決めるのってそこわかるんですか。あのだいたい事前に決めてきてはいたんですけど、あの YouTube 上とかでパッと見つかる音源って結構前のものだったりとか、だその今がねわかんないもんね、その時とお声がちょっと違う可能性もあるし、酒焼けして声が出ないとかね。とかね、あのまあ、喉が狭まってきちゃってるとかね。そう、あのどんなに新しい方でも結構15年か20年ぐらい前の動画なんですよね、やっぱ見つかるものが。あのでそういったのでちょっと軽くあの確認をしていたんですけ ど、ちょっと最終確認のためにっていう感じではありましたね。でも一応あのあとあとで何かいろいろ考えるかもしれないのであの動画いただいたんですけど、あれはすごいシーンですよね。僕あそこのシーンだけ流してもそれだけで視聴率結構何パーセントも取れるんじゃないかって思うんですけど。みんなね、私何歌ったかみんなわかる。ですね、あのみんなね自分のデビュー曲とか一番売れた曲とか歌ったんだけど、ないじゃない。あそうですか。だからあのいやあの送る言葉でもいいですよって言われて、私送る言葉を歌ったんだけど、みんなはちゃんと自分の曲歌ってましたよ。あの土屋さん歌詞なんだっけってなってました。そうそう、歌詞なんだっけってなって、そんな失礼な話しないけど、そうなんですよ、まあ、楽しかったです。本当にあの野々村さんがあのいいとも歌われたりとか、うんうん、はい、もちろん、そうそう、ちゃんとね振り付きでね、お昼休みバッチリでしたよね。歌ってましたよね、歌以上にバッチリでしたね。楽しかった。ワルオさんは当然あの
ハイスクールララバイ歌われたりとか、はいはい、楽しかったですね。あれはすごいシーンでしたね。そうですよね、はい、まあ、でもあれから本当にそうやって打ち上げをやってみんな LINE も作ったから先生もそこに入ってくださってますけど、本当ですよ、本当に結構面白いでしょあれ、いろんななんかいや本当です、本当に面白い、なんか本当に面白いですね。面白い。で他の方みんなこの合唱団の方で僕だけ それこそ在野の時間じゃないですけどですけどなんか面白いよね、それぞれのペースがあられてね。そうですそうです、はい、いやなんかでも一言誰かが言うダーッとね、はい、みんな返事してくるし、はい、もうまあまああれがいいんだと思いますけど、ね、中村茂之さんはあの通知を振ってるって言ってましたよ。後でちょっとそうでしょ、あのそうよ、ね、ってそういえばなかなか入ってこないもんね。そう何分かしてあの夕方ぐらいにちょっと見たりするとなんかあのザーッとね30とか40とかになってるんでそれを見るみたいな。あのグループラインってそういう感じですよね。まあそうですね、ね、なんか私も100人ぐらいのグループのやつに入ってたりするんだけど、ああそうですか、まあ大変ですよね。そうですね、まあ通知を触れる機能があるからまだ ね大丈夫ですけど。あ先生なんか持ってきてくれてるんですよね。ああそうです、はい、何ですかこれ、はい、バズーカみたいな。これがですね、これちょっとコロナ禍に入って、はい、家で歌わなきゃいけないというかカラオケも閉まっちゃってとか、うんうんうん、特に僕の周りだとその合唱のチームに出てることができない、うん、あの合唱のチームが閉じちゃったりとか、うん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 、休んだりしてて、うんうん、でとにかく歌が歌えないっていう方々があの出てきて、で家でももちろんそんなに自由に歌えないわけですよ。やっぱりあんまりねマイク使ってはちょっとねご近所のこと考えたら歌えないですよね。大きな声出すのがね、うん、やっぱりでっていう中で僕若い頃にバンド小僧だったので、はいはい、あの20代前半とかの頃に、うん、そういう時にやっぱり家で歌えないってことに本当に不便さを感じて、でなんかなんとなくその自分の部屋を防音してみるものとかその何だったら防音室自作したりとか、うん、いろんなことやってきたんですけど、とにかく人が毎日歌えないっていうのはおかしいってずっと思ってきたんですよ。人が毎日歌えないのは好きな時にね、はい、で人間にとって毎日歌うっていうのは絶対自然な活動のはずで、うん、それをするためだけに、まあ、例えば僕の家にも40万円の防音室があるんですけど、はい、電話ボックスみたいな、はい、そんな40万円とか50万円とかかけなければ家で歌えないっていうのもおかしいし、なるほど、こういう部屋に防音のあれを貼るんじゃなくってそういうボックスの電話ボックスみたいな感じの、あの楽器屋さん行ったりすると置いてることあるんですけど、そういうもの僕の は仕事上家に入れてますけど、はいはい、でもそんな若いバンドマンとか、うん、コーラスで歌ってる人とか無理ですよね。カラオケ好きで毎週歌ってる人とかが歌えなくなったっていう時に、うんうん、そのずっと頭の中で温めたアイディアを、うん、あの申し上げたらその開発一緒にやらせてくれっておっしゃってくれる会社が現れて、先生のアイデアこれ。そうなんです、発音が僕なんですよね。これ片手で持てる防音室っていう、片手で持てる防音室、はい、ボイシーズっていう名前なんですけど、すごい。であのこの中にマイクが入ってて、まあ、マイクは自前でやっていただくというか、であの今カラオケポケカラとか分かります、あのスマホでやる、はいはいはい、ああいうものに使うためのマイクとか手持ちマイクもあるので、はい、あれをこう挿していただくと、はい、だからマイク刺さってる状態で、はい、いいですよ、いいですこれ、はいはい、こういう感じになっていて、はいはい、で、まあこれでちょっと僕今大きい声出しても大丈夫ですか？いいですよ、はい、あの発声練習でちょっと高い声の裏声の発声練習で、はいはいはい、うるさいですよね、すいませんね、大丈夫です大丈夫ですよ、でこれつけると今同じ声出してるんですか？同じ声出してます。ああ本当だ、ちょっとオペラみたいな歌うとほんとだー で、ね、で、これあのすいません、今ね今ね、こう今ちょっとこの音が聞こえてますけど、すいませんはい、はい、実はだからこうやって外であの救急、緊急車両とか通ってても、うん、これで、例えばネット配信とかしてると、うん、あの入んないんですよ、そういう音が。あ、それがね、ここからだから、はい、そうなんですよ。で、すごい。だって普通に喋ってる声よりも全然小さいもん。そうですね。で、これオンにしていただくことってできます？このマイク。はい。ちょっとこれオンにしていただくと、今これで流れてますよね。流れてる。で、ちょっとイコライザーちょっとハイをあの上げていただくといいんですけど、あ、まあそれはちょっと後であの今やるですけど、少し音質調整必要なんですけど、こうやって要はマイクの中にはちゃんとした音が入ってるんですよ。はいはい。だから。夜配信したいとか、うん、あとこれでヘッドフォン、まあ、間にインターフェースとか必要ですけど、ヘッドフォンとかつけていただくとちゃんと自分の声を聞きながら発声練習できる。へえ、すごい、ね、
い。で結構発売してから VTuber っていう方々にすごく受けてて、要は夜配信したりとか、配信をしてそこで歌いたいとかある時に、はい、やっぱり近所迷惑で歌えない、これがあれば、そうなんですよ、うわで家でもできるし、まあ、あのちょっと音質が少しこもった音になるので、うん、音質調整は、うん、あの僕のあのっていうかこれのボイシーズのオフィシャルからこうやって調整してくださいってな出てるんですけど、いやすごい、それ先生が発明したようなもんじゃないですか。そうですね、あの発案ですね。で、あのチームには工学博士とか、あの試作屋さんってこういうものをアイデアを形にしてくれる方とかがいて、そういう方々がいて開発してるんですけど、あの発案は僕になりますね。すごいですね、これみんな欲しいんじゃない。そうですね、まあ、歌手の方とかも CD のレコーディングまではちょっと音質的にそこまでいかないんですけど、デモレコーディングぐらいだったらもう全然、はあ、夜の配信とかでしたらもう全然、え、これはもう発売してるんですか。はい、してます。あの、まあ、防音室に比べれば安いと思っていただければ幸いなんですけど、うんうん、これ2万4000いくらですね、これが。いや、それは全然ですよ。はい、で、まあ、あのマイクが、うんうん、カラオケ用のマイク、はいはい、スマホ用のカラオケマイクとかだと、いくらぐらいかな、5、6000円のものかな、あると思うんですけど、うんうん、そういうものを挿したりとか、はい、あの、まあ、配信やる方はこういうものが家にあると思うので、すごい、はい、片手で持てる防音室ということで、片手で持てる防音室というもう、そうですね、あれですね、はい、あの名前ですね、はい、品名、はい、そうなんです。わ、すごい、すごい、まあ、これ多分きっとすごい今食いついてる人いっぱいいると思う。あ、もうぜひ、何で調べればこれ、ネット、そうですね、そういえば土屋さんのあのライブに貼っていただくんでしたね、うん、リンクを。ああ、はい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 、はい、あ、でもあのもしあの局の方が見つけていただけたら、あのボイシーズ、ああ、これこれこれ、ありがとうございます。あっという間なんですよ、私たちね。じゃあこれ貼っていただければ、言うとね、はい、その速攻出てくるの、なんかいろんなもん。これあのだから本当だ、ご購入はこちらから。そう、海外に金型を置いて、あの部品が入ってきたものを群馬で組み立ててとかやってるんですけど、そういう資金をですね、あのクラウドファンディングで集めたんですよ。なるほど、今クラウドファンディングすごいですね、はい、1400万円集まりまして、へ、はい、それですごいすごい、まあ、それでも全額は賄えなかったんですけど、うんうんうん、でもあのそこからスタートしてるんですよね。あ、これ、あ、こういうのね、あ、これ私いつもこれ見てね、はい、買っちゃうのよ。はい、本当に。でもこれ絶対いいと思う。はい、でちょっとね、場所も取らないし。とにかくどこにも持っていけるじゃないですか。そうですね。あのなんか地方に持ってって、うんうん、あのホテルでも練習するとかいう歌い手の人もいるし。もうライブとかはね、地方に行くことも多いと思うし、うん、なんか部屋で次の日のライブの、ね、練習ができたりしたらすごいじゃないですか。カラオケ行かなくて、もうカラオケ屋さんごめんなさい、もうみんな行かないから。あ、これで練習してカラオケ屋さん行っていただければ。そっか、そうなんだ。家でバンバン練習して、うん、そうね、人前に出た時は上手くなって、ね、みたいなね。素晴らしい、皆さんぜひお願いします。はい、ちょっと先生、ここで曲なんか一曲流しましょうか。ありがとうございます。さっきもちょっと言ったんですけど、ドリーマーズユニオンクワイアっていう、うん、あの略して DUC っていうグループが、はい、結局あの皆さんのあの指導のサポートもさせていただいて、そう、みんな本当にね、はい、もうできない私たちを一生懸命サポートしてくださってありがとうございます。まあだから僕とそのチームで対応させてもらったんですね。実はあのちょっとテレビ番組なキー局の話とかしても大丈夫ですか。大丈夫ですよ。TBS のせっかくグルメって、はい、バナナマンのせっかくグルメ、はいはいはい、その前にやってるベスコングルメっていう番組、うん、両方僕らが主題歌を歌ってるんですよ。わお、皆さん。そうなんです。で、まあ、ちょっとローマ教皇が、ローマ教皇が来日された時にそのテーマソングを歌わせていただいたりとか、まあ、そんなこともやっておりまして、そこのチームでも一応オリジナル曲メインでカバーもやってるんですけど、はいはい、そんなまあ、オリジナル曲僕が書いてるんですが、うん、そんなアルバムの一曲をちょっとお届けしたいんですけど、ぜひぜひ、英語でディグディグってあの Keep digging it digging it って始まるんですけど、ディグディグ、穴を掘れ掘れっていう英語から始まって、はいはい、うん、サビもちょっと英語で、やめるべき日は今日じゃないって、いつか辞めるとしてもまだ今日じゃないんじゃないかっていう、まだもうちょっと頑張ろうっていうことですよね。 Wrong day to quit っていうちょっと歌詞が入るんですけど、そんなのでちょっとオリジナル曲ディグディグです、楽しんでいただければ。ディグディグです、聴いてください。はい、大きな穴を掘った、それは大きな穴。
何この軽快な、もうね体が動いちゃいますね。すごいすごい、素敵素敵、テグ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 、ディグディグです、ディグだ掘る掘る掘れ掘れって、ディグだ、そう、素敵、こういう感じの合唱ってあんまない、うん、ねえ、はい、いいですよね。なんか私合唱、あのみんなで話してた80年代アイドルのあのライン見てました。なんかみんなでやろうよってコンサートみたいなのやりたいよって言ってて、ね、本当ですよ、本当になったらすごいことなんですけど、うん、その中で本当に合唱はさ絶対やろうぜってみんな言ってるんで、うん、なんかもうすごくワクワクしてるんですけど、うん、本当に実現したらすごいですよね、うん、すごいですよね。でもあのまたちょっとお願いしないとダメだと思うんですけどそれあのね、あの実はあの今週、え、今日水曜日か、一昨日の夜、僕らあの月曜日の夜に練習してるんですけど、はいはいはい、あの中村清潔さんいらっしゃったんですよ、リハーサルにあのやるな、どうも下調べに来ていただいた、やるな、はい、本当にあのいや楽しく、あのみんな遅れてくるメンバーたちが入ってくるのに中村さんいるからうわーってなって、今日なんかそんな打ち合わせしてるみたいですよ。あ、本当ですか、すごいな、さゆりちゃんとか美奈子ちゃんとか、いやすごいな、その機動力がそう、しげとかでもうなんかとりあえずまずまとめてそれをっていうんで、なんかでも行動力すごいです、本当です、うん、あのやっぱり打ち上げお誘いいただいたのも嬉しかったですけど、やっぱりねこの顔ぶれがまた集まりたいっていう空気になったっていうのが本当に感動的で、それは私たちが一番嬉しいんです、うん、自分たちが
すごいことだと思って、この感覚ってなんだろうっていう、うん、だって例えばね、他の仕事でもし集まったとしてもそこまでになってないんですよ、やっぱりクイズ番組とかね、クイズ番組であってもじゃあってまた集まろうねってもっけーとは言っても、うん、まあ、グループラインも作らないでしょうし、うん、もうだからとにかくみんなでの一致団結感が半端なくて、まあ、他のチームもそうだったと思いますけど、うん、いやーもう嬉しい番組でしたね。だから僕も改めて合唱の力っていうのを僕も改めてちょっと認識させてもらいましたね。うん、こうやって作り上げて、あの、結局だから打ち上げもちょっと3名くらいちょっとお忙しくてね、いらっしゃらなくて。でも3名だけですよ。でも17人いらしてるんですね。本当に本当にすごい。でもうその来れなかった、うん、ともみちゃんとまみちゃんと誰が来れなかったの？あれ2もう1人浅香さん、あ、そう、ゆいちゃん、はい、ゆいちゃん来れなかったけど、みんなもう来たくて来たくてしょうがなかった人たちなので。ですよね、本当に。だから収録から2ヶ月近く、しかし太ってんな でも何人か彦摩呂さんにあの食べれなかったパスタ食べてもらってましたからね。そうです、そうです、肉もあ、美味しいお店でしたよね。あの、美味しいです。 ラキアーラ、あの渡辺めぐみちゃんがねオーナーのお店なんですけど、はい、表参道にあって本当に美味しいイタリアンなので、皆さんぜひぜひ、また私行くんだ次。なんか駅出て本当にすぐ真上ぐらいですよね。すぐ、駅の真上ぐらい、はい、そうなんです。角の、まあ、もう絶景のところですよ、うん、あれクリスマスのシーズン、表参道のあのイルミネーションが、ね、もう見渡せちゃうんだから。サングリアがすごく美味しかった。はい、あ、サングリア、みんなサングリア飲みまくってましたよねあのでも実はいや本当に皆さん、うん、ほら LINE 上にすっごい食べ物のこと盛り上がってますよ今。あ、盛り上がってます当日の。そう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 、いや、ね、そうなんですけど、いや僕本当に申し訳ないんですけど、同席した方々がすごすぎて、うん、食べ物の味ちょっとよく覚えてないんですよ。やだあの、だってあの僕は皆さんは古いお友達だと思うけど、うん、僕は芸能人でもないし、そのこういうこの席であのお顔ぶれの中でいてなんかどうしたら大丈夫なんだろうかと思いながら。そんなことないと。いや、でも私たちだって一番尊敬してるの先生ですから。そんな、ありがとうございます。ありがとうございます。でも、あの、美味しかったのは覚えてるんですけど、うん、なんかこう一つ一つの味が思い出せるところまで、あの情報量が多すぎて。じゃあもう一回いきましょう。そうですね。もう一回行ってください。ご家族とかで。あ、そうですよ ね、はい、ぜひぜひ行ってください。いや、あの学生さん連れてきてくださいって言われたけど、学生連れて行くのお店じゃないんじゃないか。いやいや、そんなことないですね。まあ、カジュアルですけどね。カジュアルですけど、ランチに行けばいいです。ランチ、あ、いや、そうですね、はいはい、ランチにぜひ行ってあげてください。でもランチだと、あ、僕ちょっと、これ先生すごくいろいろ力説してるところですよ。何語ってました僕この時。ね、覚えてないいや、そんなことないんですけどね、楽しかった本当に、はい、みんながみんなね、なんか個性いっぱいなんですけど、なんだろう、でもまとまりはありましたよやっぱり。なんか大人になったんだなみんな当たり前だけど、昔はこうできなかったみたいなこと、昔はこんな風にはいかなかったみたいなことをおっしゃってましたもんね、うん、誰かね。50代60代ですもんねみんなね。もう40代いないし。いやいや、すごいすごい。先生だけでしょ40。コメント来ました。コメント、あ、いいですよ。え、あの、もうこ見てください、このアナログな感じ。あ、こうやってくるんですね。そうそう、こうやってくるんですよ。なるほど、はい。ファックスで来たやつとかね、メールで来たやつとか。つやかおさん、ゲストの浮島太郎さん、こんにちは。仕事の合間にこれからも視聴させていただきます。合唱の番組見ました。どのチームの合唱も素晴らしく感動しました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。さっちゃん、ありがとう。いや、感動した。いや、でもね、みんなやっぱうまかった。すごい、アスリートはずるい。もうあんだけ感動させるなんて。でも大変だったんですよ。何が大変だったんです。何どういうふうに。アスリートの方はやっぱりスケジュールが大変だ。だって本番まで全員が集まった日が、全員集まったっていうのは本番だけだったかもしれないですね。言ってましたよね。でもあの、要はなんかスタッフの方も言ってましたけど、あの芸人さんとかタレントさんは、うん、NG っていうと大体どっかの番組終わってから来るとか、はい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 、その時間終わったらすぐ行かなきゃいけないとかいう感じなんだけど、うんうんうん、アスリートの方はダメっていうと大体1日ダメだって言ってましたね。そうですよね。遠征行ってたりとか、うんうんうん、でもそういうことに危機感持ってくださって、特に荻原杉原さんがすごく、はいはい、あの立ち回っていろんなことあれやんなきゃいけない、これやんなきゃいけない、立ち回ってくださって。やっぱりさすがですね。そうですね。で、
結局男性の方とか練習足りない方は僕ら DUC のリハーサルに来てくださったりして夜でそこで練習したりとか、なんだかちっちゃい練習を散々とにかくやりましたね、あちこちで。そういう大変さはありました。いやもうだってどんだけ泣かされたかもう本当にあんな栄光の架け橋なんてね、言ったらもう自分たちのことを歌ってるみたいだし、うん、後ろにまた流れるあのね映像がもうみんなどれだけない、みんな次に出なきゃいけないのに化粧しっかりびっちりしてきたのにもうぐちゃぐちゃになった私たちの顔なんかどうでもいいわよって言って泣いてましたけどね。すごい、本当に素晴らしいです。各チームね物語があったんですけど、ありましたね。だからもう私たち、まあ、あのシゲが本番前までに一生懸命、いやいや俺たち絶対勝てるよ、もうあのよく考えてみ、俺たちどれだけ頑張ったのに絶対勝てるよって言ったんですけど、終わってからいやそりゃさ勝てるはしないよねいやいやでもね、あの審査員の岡本さんかな、うん、も言ってたんですけど、始まった時に、はい、やっぱね大吾さん MC の大吾さんも言ってたけど、そのもうちょっと隠し芸みたいなものだと思ってたみたいなんですよ。芸能人の隠し芸大会みたいなものだと思ってて、あ、そのあれ、あれですね、その審査員の方たちや司会の方たちもそう思ってた、そう思ったんですよ。だからクオリティ的にそのそんな本当に音楽で感動するとかいうことをそんなに期待してなかった、来てないっていう中で、あの終わった後なんか雑誌社のインタビュー受けてて、岡本さんがあのやっぱね1曲目にあのアスリートが始まった時に、はい、あもうこれはテレビだからもう一番クオリティが高いチームの一番クオリティが高い曲を1曲目に持ってきたんだって思ったんですって、うんうん、はいはい、それで最初96点をつけて、はい、であのそしたら、そしたらもう全然感動が収まらなくて、もうどうしていいか分からなくて、その上の4点の中でだけやんなきゃいけなくなったっていう話をしてたんですよ。なるほど。だから審査員の方々もあのその何が起こるか分かってない中でスタートしたから、うん、その自分たちが何を評価するかも分かんなくてきてるし、その頑張った感を評価してあげればいいのかなとか、うんうんうん、そのだからもっと本当にバラエティ感満載だと思ってたんでしょうね、きっとね。ですね。だからそれがこういうことだったから、もう審査員の方が何が評価基準にしていいのか分からなくなってる状態で進んでったのでなんか分かりませんけど、改めて冷静に入っていただいたらちょっと違ったかもしれないですね、いろいろ点数関係は。ああなるほどね、分かんないことですけど、でもそれもまたね、それですよそうですね、うん、そうですそうです。なんか随分リハーサルとかたくさんカメラ動いてたじゃないですか。はいはい。でリハーサル1回につきカメラ3本ぐらいがずっと撮っててとか、ずっと撮ってましたね。であの終わった後も帰らない人たちのずっと撮ってとか、ずっとインタビューとか撮ってましたよね。あのほとんど流れませんでした ね。だからあれも随分姿変わったんだなと思ったんですけど、でもやっぱり悩まれたみたいで、あの演出の方とも話したんですけど、あんまりにも当日のあの収録日の出来だ取れ高が高くてって言ってましたけど、あんまりにもだってなんか収録日ってちょっと言い方悪いですけど催眠状態みたいじゃなかったですか皆さん、ね、感動でなんか泣いたり笑ったり、うん、でも本当にそうだと思います、うん、なんか自分たちでもなんでこんな感情になるのか、うん、どうしてこんな風に涙が出るのか、うん、分かんないような感じでしたもんね。そうですね。だからもう、うん、あんまりにもいろんなお顔がいろんな感動がその日取れすぎてて、うん、でちょっとああいう作りになったみたいですね。オンエアしてみたらやって、いやもう当日の中心にっていう、本当に、うん、いやでもそれだけのことができるってことが分かったこともすごく私たちにとって嬉しいことで、なんだろう、自分たちがやって、まあ、どこまでできるか分かんなかったんですけど、うん、まあね、負けはしましたけど、ここまでできるんだって、だってもう最初のことを考えたらそうですもうはぁからこっから出す声、こっから出す声、こっから出す声っていうのがもう一体どうしていいのか、西山浩二君一番迷ってたじゃないですか。そうですね、まあ、どっから一番からですみたいな、へぇって言いながら、はい、だけどそれがやっぱり最終的にちゃんと先生の指導のもとやっていったら、あ、やってちゃんとした合唱になるんだっていうことが分かっただけでも、うん、そうですね。いや僕も嬉しかったですよ。でやっぱ今回つくづく思ったんですけど、その日本で合唱だと思われてるものって、うん、実は統制発声とか統制合唱って言われてる、うん、その頭に声を当てて「ほー」っていう「はい、母のるだい」で、はい、
あれ、戦後からずっとその統制で子供に歌わせるべきだみたいなことがずっと学習指導要領に載ってたんですよ、はい、でそれ平成23年の改定でその文言なくなって、今は教科書開いてもクラシックってそんなに多くないんですよ。その日本の元の音楽あったりとか、海外のブルースとかジャズとかが載ってたりとか、それこそゴスペルだって載ってるんですよ教科書に、はいはいはい、でっていう中でその曲種に合わせた発声でって今言われ書かれてるんですよ学習指導要領に、うんうん、はい、はい、ごめん、 ありがとうございます、はい、もう一個木島先生こんにちは。コンラス・ウェーバーの人選に自然多選エピソードなどあったらお願い申し上げます。どういうこと？香織さんの YouTube チャンネルいつも見てます。ありがとうございます。自選多選、これは合唱バトルの話ですかね。コーラスメンバーの人選は、そうですね、ピンポン、あ、ピンポン、エピソードなど、まあ、エピソードっていうか自選多選、あ、人選ね、あ、人選、あー、それは全く僕は権限ないです先生は全く権限がないって、もうこの間からずっとおっしゃってて、部屋開けて いらっしゃる方がその方ですそうですよね、はい、なんだろう、やっぱり事務所に来ましたけど、いろいろあれじゃないですか、スタッフの方たちもいろんなところに声もかけたと思うし、うん、そのね、だってもう100人なんですけど、そのアイドルチーム、80年代アイドルチームだってまだまだいっぱいいるじゃないですか。でしょ、まあ、だからスケジュールが合わない方もいたと思うし、うん、いやちょっと自信ないわっていう方もいたと思う。そう、自信がないといえば元旦那さんのフック、もうね、いくら言ってもね、はい、もう出ない、もう絶対俺は無理、オンチなのがバレちゃうじゃんって、もうオンチなの分かってるからいいじゃんって言ったけどでもそういうやり取りあったんですよね。そう、出ないよ、出た方が、多分2人で出た方がちょっと私なんかももっと見てもらえるかもしれないしね、とかね、話題としてね、まあ、ちょっとそれは冗談ですけど言ったんですけど、最後まで出ない土屋さんのお名前 YouTube に入れると、結構最初の方にお二人とダウンタウンとでお酒飲んでるところが今出てきます。あ、多分あれダメなんでしょうけど出てきますねダメじゃないですか、ね、いや YouTube にアップしてるのはダメなんじゃないかな、いオフィシャルじゃないんじゃないですか、オフィシャルで上げてるのいいんですけど、いやいや、でも意外とああいうのいっぱいあまあまあまあそうですけどね、うんうんうん、そうなんですよ。だからね、次戦多戦っていうよりも、うん、まあまあだから、まあ、多戦も次戦もあったって感じじゃないですか、うん、だからまあ芸人さんとかはその事務所にこういう人用意してくださいって言って事務所が選んできたりとか、うんうんうん、はあるみたいですけど、多分ですみんなそうかもしれないですね、うん、まあ、あと何だろう、曲、楽曲も僕選んでないです全く、うん、私それがもう先生だとばっかり思ってました。違います、楽、ね、曲はまあ、番組としてやっぱりこういうものが聞きたいんじゃないか、こういうものにトライしたら面白いんじゃないかっていうものをおっしゃっていただきますね。あ、なんかくれた、ありがとう。あ、ケロヨンさんね。あ、ケロヨンさん、これ今話題になってた人ですね。ありがとうございます。話題になってた人、話題になってた人です今。あ、そういうことなんかくれました今。どうもありがとうございます。そういうことなんだ。そういうことですね。わかりました。はじめまして、木島でございます。次はぜひ出てくださいでも難しいのは枠は20人って決めてるんですよ。そうですよね。だからでも8年のアイドルはあれなかったですね、ファーストテイクみたいな画面はって。これはやったんだけどね、撮った、ね、撮った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 んですけど、なかったチームとあったチームがある。でもあれ画面割りを20に決めてて、はいはい、その20だっていう、うん、でまあ当日もマイクの数も決まってるからもう20決まりっていう、そこだけね。だから番組が新しい人入れたいって言ったら誰か抜けちゃうこと。そうですよ。まあ多分その時に合うスケジュールとかもあるだろうし、まあね、みんな同じってことはきっとないでしょうね。そう、でもお話した通りやっぱり合唱って一期一会なので、うん、その今このメンバーで歌って最高の時間だって思っても、同じ全く同じ顔ぶれで歌える機会って多分ほとんどない、うん、そうですよね。だからその本当にその一瞬を大事にその愛してもらいたいな。いや、よかった、もうそこに1回でもいいから入れてよかった1回かかるんですけどね1曲何かまたかけましょうか先生。 ありがとうございます、うん、じゃあ僕らのやっぱりアルバムからなんですけど、はい、アルバムの方はですね、 DUC って、まあ、皆さんよろしければアルファベットで DUC って弾いてください。そしたらいろんな情報出てきますので、はいはい、そこのアルバムから
キタンだったフロムゼロという曲を聴いていただければと思います。はい。やっぱりその先ほども言ってましたけど、ずっと私たちの中にあった常識的おかしいけど、合唱とはもうこれ完全に違いますもんね。そうですね。昭和平成型のその統制の合唱っていうのが、まあ、だから一区切りですね。学習指導要領からその統制っていうのがなくなったので、その曲種に合わせて、まあ言ってみればジャンルに合わせた声でっていうことですよね。で今回 J-POP だから、はいはい、J-POP 歌うにはやっぱりその統制っていうのはちょっと向かない。要は声に感情表現があってなんぼだし、うん、そのしっかりしたビートも必要だし、だからまあこういう合唱もあってもいいっていう。でそのこのアスリートチームの打ち上げもすごかったですけど、うん、あの80年代アイドルの打ち上げもああいう感じっていうのも基本的には地声合唱を作ってきたがゆえのあの空気だと思うんですよね。 あれちょっと僕のもっと深い話しちゃうととんでもない長くさんになっちゃうんですけど、そのやっぱりあの統制合唱っていうのは基本的に個性を削って一つの 美のモデルに向かうっていう作り方なので、そういうやり方だとああいう空気にはならないと思うんですよね。やっぱりお互いがみんなの歴史とか個性とかを持ち寄ってそれで一つになるんだっていうものがあの空気を作り上げるんだと思うんですよ。だからあのこの番組
はやっぱりその、まあ、僕パワーコーラスって呼んでるんですけど、はい、パワーコーラス型 の、 あの合唱じゃないとああいう空気にはならないと思うし、統制発声の合唱でああいう空気は作れないと思うんですけど、なんかでも統制発声のっていうともうね白いドレスを着てそうです、ね、真っ白なドレスでこう歌うみたいな、ね、あるいは制服とかね、制服とかね、そうそう、学生のねあれとかもね、あれはあれで美しいんですけど、あれ作るのね3年かかるんですよ、やっぱりあの美しさを作るには。だからちょっとねそれを1ヶ月の訓練とかにちょっとね、1ヶ月やっぱり1ヶ月であのパワーになるっていうのはやっぱパワーコーラス型じゃないと。そうですよね、よく考えて1ヶ月ですもんね。そうです、それもまあ何日か、うん、ね、ね、ちゃんと自主練はがっつりしていただくとしても、自主練は相当しましたけどね、はい、そうですよね。まあでもまた本当にもしねまたそういう機会があったらみんなで頑張りたいと思います。先生その時はまた本当によろしくお願いします。もう喜んでですよ、とんでもないお責任させていただきました。本当ありがとうございます。とんでもないです。ちょっと私の宣伝いいですか。もうちょっと時間がなくなってきたんですけども、これ流れる雲よ、7月の28日からは三越劇場で、これもう24年目かな今年、やります。またぜひ見に来てください。母さん役です。そして8月26日、毎年やってますが今年50歳最後の年で、ちょっとこれあの今コピーしたばっかりなんでちょっとあの綺麗じゃないですけども、あ、そう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 、そっちに流れてですね、8月26日、オンタイムのバースデーで、ライブを、汐留のブルームードでやります。ぜひ遊びに来てください。そして今日初出しです。初私あの3年前に2回ほどやったんですけども、私の主演のオバドル由美子復活します。復活します。来年の1月なんですけれども、シアターアルファ東京という恵比寿の場所でやりますんで、皆さん見に来てください。オバドル復活です。これはまたねいつか宣伝しますけど、まあ、私の宣伝はこのぐらいで大丈夫です。先生本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。何か言い足りないことがあったら言ってください。大丈夫です、まだ大丈夫です。まだあの3分、あ、そうですか、3分ぐらいあります。なんでしょうね、なんでしょうねやっぱりこう合唱あの打ち上げで皆さんあのお店の方が負けないでかけてくださって、はい、そうそう、あれ ね、 あれね、それ、はい、もうあれすごいじゃないですか、うん、あれ乗せましたよね。あ、僕乗せさせてもらいました。私まだ乗せてないんだ、あれ乗せたいんですけど、ね、みんなで合唱したんですよ、そのお店でね。あの席にいさせてもらうために何十万か払う人いると思いますよ、多分。いるかな。え、じゃあぜひ払ってもらって。いやいやね、だって、まあ、あの日はねお店貸し切りでしたけど、はい、とんでもないお顔ぶれですよね。いや、まあ、あのスタッフのね気の利いたあのあれもすごかったですけど、みんな忘れずにちゃんと覚えてましたね。あの、まあ、歌詞忘れてましたけど、ね、私もちょっと忘れたかもしれない。はいはい、でもあの、でもあの空気っていうのは本当に僕がずっと夢見てきた合唱の姿ですね。うん、あれこそ。そうなんですね。うん、いや何しろ楽しかった、うん。それがやっぱり一番ですよね。あのメンバーでやれたことも楽しかったし嬉しかったし、なんかその。今まで味わったことがない感動っていうのかな。あ、そうそう、これこれ今流れてるけど、うん、もうどれだけみんな楽しいのだって、うん、もう楽しんでますよね。もうすごいですよ、お一人お一人すごい顔ぶればっかり。はいはい、そうなんですよ。まあそうなんですよ。僕この時早見さん、 YouTube 大丈夫かな、前に座ってるんですけどね。そんな感じでした、本当にもう、うん、そう。あ、先生映んなかった今。あ、僕はね、あんまり映らないようになってるんです。ちょっと編集して。そうなんだ。お邪魔かなと思って。やだ、全然いない。そうですよね。最初にあれしたやつはね、映ってたもん。なんかね、僕ちょっとね、気持ちよさそうなんですよ、この席で。なんかそれがちょっと恥ずかしいなと思って。あ、なんでそれを映してほしかった。じゃあそれあるから、それも流しちゃおう。いやいや、いやいや、でも本当に、はい、あの私たちに感動を与えてくれたのはやっぱりね、先生いてくれて、先生がもう全て与えてくださったものなので、どうでもございません、そんな本当にすごい、ね、皆さんの歴史あってこその輝きです。いやいや、またぜひね、はい、一緒にできたら嬉しいです。夢のような合唱だと思います、はい、素晴らしい番組ですよね。素晴らしい、そうそう、その企画をね考えた方々もすごいなと思って、ぜひ皆さん今日ね、なんかあの仲間もみんな見てくれてるみたいで、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、また集おうね。それでは皆さん今日もありがとうございました。次回は、7月の12かな10 17 16 19、どれ
10?7 月のなんだみんな分かっています。12? ほら。わー12でーす。また誰かゲストに来てくれませんかね。よろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう。土屋香織の秘密じゃないけど秘密でした。ありがとうございました。ありがとうございました。また太郎先生でした。バイバーイ。失礼いたします。